ズンダモン総統の独り言。ある日の総統。イヤー今期のロボットアニメも面白いのだ。水星の魔女、メガトン級武蔵、マブラブ、もちろん月一のジョブレイバーも見逃せないのだ。でも去年秋はテレビに映画に盛りだくさんだったのと比べたらちょっと寂しいのだ。失礼します。本日よりこちらに所属となりました、カスカベツ麦だよ。よろしくね、総統ちゃん。よく来たのだ。新人は大歓迎なのだ。ところで、九州空さんはどこ行ったの？あいつは、ズンダー戦での進化実験に失敗して、絶賛修理中なのだ。豆ばき許さない。そうなんだ。紬はロボットアニメは好きなのだ。はい。今は昔のロボットもネットで見られるからいいよね。それで何が好きなのだ？やっぱ、派手なスーパーロボット系が好きだよ。グレン・ラガンみたいな。ああいうスーパーロボットがもっと増えてほしい。うん。あとは、マジェプリ、バルブレイブ、ガルガンティアの2013年3大ロボとかあったよね。最近見たやつだとこの前のホッテピピッとかかっこよかったね。昔っぽいロボもいいね。勇者王シリーズ復活してほしいな。紬。はい。不採用。どうして？あーし、何かやっちゃってた。まずスーパーロボット好きなのはいいのだ。でもグレン・ラガンは2007年作品。10年以上前なのだ。もっと近年のスーパー系も見るのだ。でも、アーシが見たのは最近だし、最初に見たのがグレン・ラガンだったから、グレン・ラガンみたいなのがもっとあればって。グレン・ラガンみたいなってのはもうグレン・ラガンしかないのだ。あれ以上にド派手すぎるのはもうそうそうないのだ。ロボ初心者には段階を踏んでほしいのだ。そんなこと言われても。あと2013年3大ロボってくくりは嫌いなのだ。そもそも当時の春放送ロボにしても3作だけじゃなかったのだ。同時期にロボットアニメの放送が3つかぶるぐらいよくあるのだ。2010年代この年のこの3つだけよくくくって言われるのが何か気に入らないのだ。あーしに言われても。あと、ポプテ、ダガパロディでサンライズの本気とか言わないでほしいのだ。本当に本気出すならその力を1クールでもいいからオリジナルのロボ作品で作ってくれなのだ。でもネットのみんなは喜んでるみたいだよ。例えるとするならあれは大豆ミートなのだ。それっぽい、味が近い、満足感もまあある。でも肉じゃないのだ。パロディが悪いとは言わないのだ。でも勇者シリーズの本家なら本家でやることがもっとあれなのだ。あと、紬。はい。勇者王シリーズって言ったのだ。あ、その間違いは一番やっちゃいけないワードなのだ。はい、次は気をつけるよ。ということで帰るのだ。ちょっと待ってよ、総統ちゃん。待たないのだ。っていうかタメ口やめるのだ。ちゃん付けも禁止。そんな。にわかが一番嫌いなのだ。さっさと出ていくのだ。なら、総統がロボットアニメの次に好きなものを見せてあげる。うん、これなら。はあ、採用。ちょろい。